今晩もいろいろ体操について話していきたいなと思います。なんかちょっと風呂上がりなんで髪の毛があれですけど、でまあ一応今回ね10回目ってことなんですけど、ちょっとここで一回区切りをつけようかなと思います。ちょっとドイツに行く準備であったり、あとはあれですね、来週体操クラブの発表会とかでいろいろ忙しくなるんで、ちょっとここで一回まあ区切りをつけて、まあ次回この YouTube ライブですねするときは、まあドイツに行く前であったり、あとはドイツでやるような形になるんじゃないかなって思います。はい、 Hey guys, this is gymnastics night and yeah, this is 10th one, so I have done this for 10 times so far. Yeah, I think yeah, this is last time for now. Maybe because I'm so busy for, you know, preparing to go to Germany, or there is some event happening in Japan, like at gymnastics club in Japan that I'm working right now. So I will be quite busy. So yeah, now just yeah, this gymnastics night will be finished. Then maybe after I go to Germany or move to Canada, Germany somewhere, then I can start doing this again. Yeah. So yeah, same as usual. If you have any questions or something, do not hesitate to comment. Okay. はい。まあこういった感じで、まあね、また今日が最後なんですけど、まあどんどんコメントしていただけると嬉しいです。でいつも通りね、最初人が集まるまではちょっとインスタで聞いたあれですね、クエスチョン、まあ質問に答えていこうと思います。英語になっちゃうんですけどね。 Yeah, I'm gonna answer questions from Instagram. The first one is yeah, how to do circles on pommel back. I think he wants to say back, like it's say B-U-C-K.So, circle pommel back. I'm guessing like moving backwards or something. So, yeah, when you wanna move backwards, if my circle is lefty, left side, from left to start, then I put my right hand first to back, then left, right, left, something like this. My right hand would go to pommel, then left isOn the horse, right pommel, left on the horse. Yeah, then just lean backwards, then that helps you to move backwards and push backwards. Yeah, that's it. あ、こんばんは。あ、ダイさん、ありがとうございます。先週は生徒の試合で最後の1分だけ見れました。あ、そうだったんですね。今日は最初から参加します。いや、ありがとうございます。いやー、そうなんですね。試合がこの時期にあるんですね。っていうことは何だろう、小学生とかそういう試合ですかね。来週はいよいよ選抜ですもんね。なんか全国小学校大会がなくなっちゃったのはちょっと残念ですね。あ、クラブの雑用係さん、こんばんは、ありがとうございます。先週はスキーに行っていたため欠席でした。練習できないので遊びほうけてます。いや、ほんとそうなんですよね。全然練習できないですよね。特にあの学校の高校とかそういうところのあの体操クラブであったり部活動だと全然練習できないんで、スキーいいですね。ちなみに自分はあのスキー超下手で、いつもスキー行くとあの足が絡まっちゃって、もう全然何もできないです。あとアキレス腱切った経験があるんで、あのスキーの靴履くとめっちゃそこが痛くて、ちょっと行くタイミング逃してるんですけど、いいですね。もう今のうちしか遊べないと思うんで、もうどんどんやっていいと思います。ただ怪我だけはしないように気をつけてください。はい、でまあ一応最初の方にも言ったんですけど、今週で一回ちょっと区切りをつけようかなと思います。このジムナスティックスナイトっていうのも、このドイツに行く準備を始めるっていうのと、来週ちょっと体操クラブの発表会ですねが土日ってこうバババってあって、すっごいもう一日中体育館にいるような感じになってしまうので、
ちょっと来週あたりからバタバタし始めるのかなって思ってます。でまたドイツ行ってからこういった感じのことできればなと思ってます。まあ行ければいいんですけどね、ちょっといろいろ騒がしいので。でもそういった感じでやろうと思ってます。まあちょうど10回目なんでキリがいいんじゃないかなって思います。はい、じゃあちょっと今のうちにインスタのあれですね、クエスチョン答えていきます。なんか英語のやつが多いんですけどね。いや、So now I'm gonna answer a question from Instagram. I have to start double stretch. So want some basic. So you mean double stretch on floor? I guess. So if you wanna do double stretch, like double layout start, I think it's backwards. Then what basic you need would be, kick with hip forward, this kind of basic.Then when you do double layout, what you wanna think about is a kick, then hips forward, then arch much more than normal layout. Then also like the body position is really similar with tempo salt. Then when you do here, when you start flipping, look at the floor, then you should be able to look at the floor until youget up, finishing first flip, then continue flipping. So think about this, squeezing your body with hips forward, this making this arch position. はい。で、質問は何だったかっていうと、あれですね。床の後ろの伸身ダブルでもうやりたいんですけど、まあどういった基礎を考えとけばいいんですかみたいな質問がありました。で、一応答えておいたのがやっぱあれですよね、床の後方形蹴るときに必要なのがこのちょっと反った姿勢ですよね。このバック転から来て起き上がった時のこうですね、この引き上げの時にこの緩やかに体を反るあの体の姿勢ですね、あそこがすごい重要だなって思います。で、まあブリッジとかもそうだと思うんですけど、多分最近言われてると思うんですけど、ブリッジやるときに腰を緩ませてブリッジをやらないっていうやつですね。あれ腰を緩ましてしまうと体全体はアーチ、この緩やかにこの曲がっている姿勢になるんですけど、腰で反ってしまうと体が全然強くならないっていうことですね。まあ体の耐久性が少ないっていうことです。力も入りませんしね。なんでこの体操の中でアーチ作るってなったら、まあ基本的にこの体幹はブロックですよね。このぐにょって反らないようなポジションでブロックで、あとはどこが体の部位で反るかっていうと、まあ胸、あと肩ですね、肩と股関節周りでしっかりこの反りの姿勢を作るよっていうことです。で、特に床に関して言うと、この反った蹴った時に腰が抜けてしまうと全然蹴りが強く入らないっていうのと、この腰が抜けた、体の抜けた状況で、空中に放り出されてしまうと空中で締め直すのがすごい難しいっていうのがあります。なんで蹴った時は反る姿勢を作ると回転と高さ両方が得られやすいんですけど、腰を使って反ってしまうとその後につながらない。なんで反る姿勢を作る時にしっかり骨盤を前に出すですね、骨盤を前に出す、あとは胸を開く姿勢で反る姿勢をしっかり作れるか、でそこをしっかり強く、あと反りの姿勢を少し大きめに大げさにやることによってしっかり、後方の伸身ダブルの蹴りにつながってくるんじゃないかなっていう話をしました。そうですね、大さんありがとうございます。腰ではなく、胸を使うのがすごく大切ですよね。そうなんですよね。でもこれって結構いろんなこの体の専門家の方とかに聞くと分かるんですけど、この反ってみなって言った時に腰から反るタイプの子とそうじゃないタイプの子っていうので、まあもともと小さい頃からのまあ体質であったり、あとはまあ体の使い方でよって自然にお腹が締まったまんま反れるタイプの子と、全然このから腰を反らないでアーチを作るやり方が分からない子って結構分かれるらしいです。結構ちっちゃい時にそれがあれですね、そのまま
なんか同じ反りの姿勢を作っててもそのまま成長しちゃうとその腰が抜けたまんまの反りで体操をやってしまう。そうすると結構腰痛になる場合が多いっていうのを聞きました。なんで結構自分がジュニアを教えるときはこの腰の締め方ですねをしっかり教えてあげるのが大切なんじゃないかなって思います。あとすごいマニアックな話なんですけど、この空中でくるくる回ってる時って例えば伸身ダブルだと動きの動作の真ん中がちょうどお腹とかまあちょっと溝落ちぐらいですかねになるのかなって思います。でもでその体操の中でいろいろ含み反りっていう姿勢を作ると思うんですけど、例えば床であるならばその床をしっかり沈ませたいと、で床をしっかり沈ませようとした時に体の、床に近い部分でしっかり床を蹴るっていう動作をしてあげた方が床への影響力がすごい強いんですよね。例えばこのポンって立ってた時に膝を曲げて伸ばす曲げて伸ばすっていうのを床でやるとしっかり蹴りが入るんですけど、手を上げてこういう肘を曲げて肘を伸ばすっていう動きをしてもなかなか床が揺れないみたいなのがあります。なんでこの反りと含みをするときに床であるならば股関節あたりを使って、体幹にできるだけ近い、あとは床にできるだけ近い関節部分で、大きく動かせる場所が大体股関節かなって思います。なんで床跳馬の場合は結構そこ、足で蹴る場合はそこ結構自分は集中的に、気をつけてみます。で鉄棒であったり釣り輪のスイングですね、この影響を与えたい器具が、鉄棒だったり釣り輪手の方に近い場合だと、肩周り胸周りでしっかり反る含むっていうのを作れるかどうかっていうのを考えてます。すごいマニアックな話なんですけどね。なんで体全体の含み反り、あとは股関節の含み反り、あとは胸周りの含み反りの結構3パターンに分けて自分は教えます。アーサム、ヘイ、Keep up with the great work. I want you to ask how to get Diaminov consistent. Oh, I see. すいません、ちょっと英語のやつに答えてから第3のあれに答えようと思います。So, ask how to get Diaminov consistent. Like one of my gymnasts, he couldn't do Diaminov consistently. Then what his problem? The first one is from handstand to coming down this part. His body position was piked, like pikey. Then he couldn't control. So make sure that come down then from horizontal toslightly arch to kick that helps you like to make really good back support position around the horizontal. So think about how you can get this good back support position. So think about the hoop like this. Then the another thing what I taught him is swing down here to up then swing toward handstandIf your swing get too early, swing forward, then you cannot support your body very well. So think about that, down to up. Then if you couldn't support your body with one arm, doesn't matter if you could swing up, down to up here. Then if your body moves toward handstand, then you can fix it. So,Think about this body movement and swing toward up and make this good back support position. One, two, like this. Then some gymnasts, they try to move too early, then arch too early before they make this back support position. So this back body position should be straight or slightly hollow. That makes easier to twist.Yeah, hope this helps. This back support position and down to up, swing toward upwards. はい。
今話してたのがディアミノフの話ですね。いやでもちょっと第3のコメントを返してから話そうと思います。あー、サム Okay, thanks. Yeah, also like think about your shoulder position as well. But yeah, really important thing is back support. One, then start the Aminov. If you start twisting too early, too late, then your the Aminov wouldn't be that great. Yep. はい、森末さんの原作のガンバ、リスト、シュンという漫画でも胸の大事さが強調されてました。リアルタイムで見ていた僕はすごく影響されました。いやもう本当にガンバリスト旬はあれですよね、もう体操のバイブルみたいな感じですよね。大体みんなあれを見て成長したみたいな感じですよね。でも今年のインスタグラムとかでトカチェフ全中ですかをやった選手、あとあれですよね、日本のコラミの名前ど忘れしましたね、トカチェクすごい上手な選手いるじゃないですか。自分と多分同じ年なんですけど、ちょっと忘れちゃいました。その人もやってましたよね、トカチェク全中。でもリアルでトカチェク全中やろうと思うと、あの角度で抜くんだなっていうのがちょっと自分はびっくりしました。ちょっと残念だったかなとも思うんですけど、皆さん見ましたかね、リアルトカチェク全中。もうすっごい角度で抜くんですよね。上45度ぐらい。あれすごいですよね。Oh, Sam, thank you for comment. And I also wanted to ask about Pommel horse because I am 18 years old and I train every day circus, but I don't really get better. I am now at the level of running Magel. How would you train? How are you trying to get better and what do you wanna get? What's better means? Like you wanna get more circles or you wanna get better quality of circles like legs together or your body straight? Yeah, if you could write down here then maybe I can help you better.はい、でまあそんな感じですね。胸の使い方はガンバリストでも出ましたよね。宙返りで胸を使うと高くいくってやつですよね。あ、はい、3 and also consistency. I wanna get more skill on pommel horse and also consistency. I see. I think I already made a video about circles and really good way is like on the floor with you wear socks on feet then circles. Yeah, every day would be good but don't do it too long like 30 minutes, 40 minutes. I would say every day 20 minutes like short time but consistently.If you want to get better quality of circles, then I recommend you to wear socks, then slide on the floor to do circles. The floor should be this kind of little bit slippery one, so you can slide. Then what you want to think about is like with straight body position, then your circle should be really flat. That's why you slide on the floor. If you can do this, honestly,Pommel horse, what you should be able to do is check and care in Pommel horse. So check is like 90 degrees turn this way. Then care is other way to turn 90 degrees. So if you do this, then that makes your circle and Pommel horse better. But for Magyar would be, yeah,There are some really easy exercises that on the floor you go forward like this with pommel or something like that. But if you can do circles on the floor, then you shouldn't have problem. Also, some really elite gymnasts in Japan, they do like
flat floor with socks, the circles, then they slide on the floor, then do magyar on the floor. Then you can keep your body straight, but it's slippery, it's easier to do circles, then you can keep going forward. A piece work. How can I prevent injury when doing inlocate and dislocate in ring swing things? So prevent injury is like, prevent mean is, I guess, try to avoid getting injury, I think. Ah, Daisan, hi, すいません。今話してたのが、あれですね。So, please work. Sorry. Please wait for me. I'm gonna translate to Japanese. はい、ダイさん。そうですね。このサムさんっていう方が18歳なんですよね。で、どうしてもあん馬の旋回を上手になりたい。で、毎日練習してるんですけど、どうすればいいですか？マジャールがやりたいですっていうことでしたね。で、まあ旋回の質を上げるのであれば、自分が言ったのが、まあ、靴下を履いてこのちょっと滑る床でしっかり、つま先を床にすらせながら旋回をする。そうすると結構まっすぐな姿勢のまま旋回をする練習になります。結構カノヤの選手だったりいろんな選手がやってると思うんですけど、自分の師匠がね、それを昔からやってました。で、それがすごいおすすめですよっていうのと、あともう一個あん馬の旋回の質向上ですね、まあ、あん馬時代の質を向上させるので一番重要なのがチェック&ケアっていうんですけど、チェックっていうのとケアですねっていうのが、90度のターンです。90度のひねり、まあ複画で言うとこうですね。これがチェックで、その後の90度が、ケアになります。なんでこの90度のひねりの組み合わせがあん馬のフロップであったりいろんな技につながってきます。なんでこれをしっかりできること、またシュピンデルの方向も必要なんですけど、とりあえずこのまあ、真っすぐな旋回を靴下でしっかりやる、あとはこのチェックケア、まあ、90度ずつをしっかり、ターンできることを考えるとあん馬すごい楽になりますよっていうことを言いました。 OK Peace work Yes Avoid injuryto shoulder and chest. Yes. Like for me, like with bungee, we do, I make sure gymnasts do so many this. With bungee, then, how can I say, circles, pull bungee like this, for small shoulder exercises. Then the bungee doesn't have to be that tight, could be loose, justdoing this movement helps them a lot. Also, like, I make sure that before gymnasts start rings, they can do hang, then inlocate, dislocate without, you know, yelling like, ouch, ouch, something like this. So make sure that they have enough shoulder flexibility and they have enough strength, like small muscles to protect their shoulders.で、これですね、2回目、今話してたのが、釣り輪の肩が痛くなるんですけど、どうやってそれ防げますかっていう話ですね。で、2つ言いました。1つ目が、まあ、肩の強さしっかりあるか確認してくださいっていうことですね。まあ、しっかりこのチューブを引く、特にちっちゃい子なんかは、釣り始めたての頃はしっかりこのチューブを引くをやらないと、かなり大変なことになると思います。なんで、自分は、釣り始めたての子こそしっかりこのチューブあんまり硬くなくてもいいんですけど、まあとりあえずこうですね、肩を回すだけでもいいと思います。小学生低学年だったらもう肩を回すこれだけですね。こっから倒立倒立で、まあ30回やるっていうだけでもここら辺温まってくる感じがあると思います。そういうので、まあ、小学校低学年だったらその動きをアップに入れていく。で、釣り輪をやる小学生高学年ぐらいになったらちょっとチューブを使いながらそこら辺を確認するといいんじゃないでしょうかっていうのと、しっかり釣り輪を始める前に肩の柔軟性があるかを確認するですね。しっかりバーで肩返し、チューブで引っ張りながら肩返しっていうのもかなりいいです。まあちょっと短めに持ってチューブを引っ張りながら肩返しですね。で、あとはしっかりぶら下がって
肩返ししても大丈夫なぐらいの柔軟性、あとはチューブを使っての、ちっちゃい筋力、まあ、筋肉で肩を守れるぐらいの筋力があるかなっていうのを確認すればいいんじゃないかなっていうことを言いました。 OK Next question。 Hey Sam, another question. How would you structure a training week with 6 time training a week and 3 hours each? Everyday strength training? Everyday 3 appearance? Or how would you structure a training week? I would do like this. Let's say first day, second day, I make conditioning pattern A for first day, pattern B, then that's second day. Then pattern B should be a little harder than pattern A. Then third day is a little bit less day, so you can do more for trampoline or like air sense stuff. Then going back to same thing. Fourth day would be pattern A, then fifth day would be pattern B, then last day is little bit, you know, taking a rest. I would do like that. はい。で、今このサムさんが聞いてきたのが、はい、もう一個質問があります。まあ、6日間、週に6日間の練習で毎日3時間練習です。どういった感じで、トレーニングのスケジュール組みますかみたいな感じですね。で、まあ自分が答えたのは、まあすっごいぼんやりとした質問なんですけど、まあなんとなく自分で言う、考えると、まあ最初の3つの日ですね、トレーニングパターン A、トレを初日にやる。まあこれは、あれですね、補強とかですね。で、2日目が、トレーニング B をやります。まあ2日目の方がちょっときつめって感じですかね。で、3日目がちょっと落とし、まあ体を休憩させるっていうのもあるんですけど、なんでその日はどっちかというとトランポリンでやったり感覚練習、技練習中心ですね。で、補強自体もどっちかっていうとこの手首の補強はまあ毎日やるんですけど、まあさらにそういった細かいところの補強、あまり負荷の高くない補強にすると思います。この3日間をまあ続けながらやるっていった感じですかねっていうのを言いました。 And Sam, and how many strength program do you use per week? Ah, yeah, so maybe I could answer. I'm searching. Appearance, I guess.3 hours a day is quite short. I usually teach gymnasts at least 4 hours a day. So at least 3 appearances they do, like events they do. If they could do 4. Yeah, so I want gymnasts to do 6 events. That depends on their age though. Then 6 events, then, you know, 3-3. So they can do it. Then also like plus trampoline. Yeah, total 7 events they do. あ、三つ上体操動画さん。こんばんは、ライブ来ました。ありがとうございます。もし質問なかったら、ぜひお願いします。で、第3、素朴な疑問ですが、ドイツは言語はどうするんですか？あ、そうなんですよね。ちょっとドイツ語を、まあ、とりあえず英語でもなんとかなりますよとは言ってもらったんですよね、向こうの人に。でも、向こうに行ったら、ちょっとドイツ語をいろんな人に教わって話したいなと思います。なんか、かっこいいですよね。なんかドイツ語喋れる人ってあんまいなさそうじゃないですか。なんで、ドイツ語バリバリ。なんか自分で今学ぶ、まあ、ちょっとちょくちょく書いたり聞いたりはしてるんですけど、まあ、向こうに行って子供たちに教わろうかなって思ってます。はい、では次の質問ですね。マック・アーフィル Do you have any tips on forward twist for
one half and second turn. Oh yeah, that's the toughest one. Yep, I'm pretty sure that. That's why like, I didn't make video for it. This is the toughest one, but 80% of them, they can actually do it. What I teach them is there are two things. Jump, make hollow, then second is just like this. So my twist is left, so with right hand to punch, then left elbow to pull this way. Then I have taught, I have seen gymnasts who cannot do one and a half, who struggle with one and a half twist front. They cannot make hollow position very well. And another thing is like, they cannot stop rotation in the air. So if they make hollow position, they get extra rotation or something like that, then they cannot do jump, flip, land on back on trampoline, most of them. So they don't know how to stop in the air. So that's why like, I teach them dive roll or jump, landing on back. Then if they know it, then plus this, then usually they can do one and a half twist. Then double twist is easy if they can do one and a half twist, then add just half more. It's not that tough. If they can do good one and a half twist, then fine. はい。で、この質問はですね、この前方の1回半ひねり、どう教えますかって感じですね。あと2回ひねりです。で、これが結構難しいっていうか、できちゃう子ができちゃうんで、本当にこれだっていうのはないんですけど、まあ、ある程度自分の中で固まっているところがあります。だいたい前方の1回半ひねりでつまずく子っていうのが、まず空中で回転を止められない子ですよね。で、あとはこの前方の伸身宙返り始まった時に反っちゃう子、この含みの姿勢があまりない子が、結構つまずくイメージがあります。で、まあすごい簡単で、とりあえず前方の1回半ひねりやろうぜってなった時何言うかっていうと、ここでポンって含んで、でポンと、まあ自分の場合左ひねりなんで、右手で殴って左手で、左肘で引きなって言って、そのままできちゃう子とかもいります。で、できない子がさっきも言ったんですけど、さっきまだ言ってないですね。で、結構これができない子っていうのが、まずここの含みの姿勢が反っちゃってる子ですね。このまま空中分解するパターンの子と、もう一個の子がこのひねりで回転がかかりすぎちゃう、で、回転1回半ひねる前に立っちゃうっていうパターンですね。で、こういう子って何が悪いかっていうと、まあ今まで自分が教えた経験の中だと、このジャンプするけど回転を止めるっていう動きはできない子に多かったです。なんですっごい高いジャンプで、そのまま背落ちですね。あとはこの飛び込み前転の動きができない子が結構この前方1回半できない子が多かった気がします。なんでしっかり蹴るんですけど、空中で回転止めますよ、でひねりがかかるっていうところですね。なんで自分はこういう問題が起きたら、とりあえずジャンプから背落ちをしっかりトランポリンで、怖くなくなるまでやらせる、あとはこのジャンプするけど、回転がかからないっていう感覚を教えてあげると、結構これでもういけちゃうと思います。で、前方の2回はもう簡単ですよね。1回半やって下見えたらあと半分ひねればいいだけなんで、それほど難しくないと思います。はい、じゃあ次いきます。エタさん、跳馬で展開やるときはしっかり足を振り上げてできるのですが、展開前兆をやるときに怖くて早く回しに行ってしまいます。ああ、わかります、その気持ち。展開前兆で足を振り上げて、そこに上半身を持っていくやり方はどうしたらできるようになりますか。そうですね。で、多分これってやっぱエタさんも言ってると思うんですけど、この突き自体が空回っちゃってるからだと思うんですよね。まあ、床とかトランポリンで考えると、蹴り入らないで後ろ宙返りすると低くなってすごい回されるじゃないですか。その時ってもう体抱え込みできないですよね。なんで
そのトランポリンとかでしっかり抱え込もうと思ったらしっかりジャンプを入れる、で抱え込むっていうこの順番、ジャンプ抱え込みの順番が必要なんですよ。でエタさんもさっき言ってたんですけど、ってことはついくっていうことが入った後じゃないと抱え込み入らないんですよね。でこれが本当に難しいところで、自分であるのであれば、自分が教えるのであれば、まず最初はまあ跳馬があってマットを引いて展開で立つっていうのがまず突きが抜けずにできますかっていうところを確認します。でそうしたら、まあ、ちょっと長いスパンの話になっちゃうんですけど、立ってから、まあ、展開前宙ですね、床の展開前宙みたいな感じで展開して立ってから前宙ですね。でもう一個、まあそれぐらいできるよってなったら、あとはこういうのも試してみてください。ロイター板を置いてピットに向かって展開して前宙背落ちですね。そうすると結構このついてから回るっていう感覚が分かりやすいと思います。であとは考えてほしいのが、今日の前半ですね、前半でも言ったんですけど、後方の伸身ダブルの時に蹴りの時に反る姿勢を作るんですけど、腰が抜けてしまうと空中でそのまま体が締まらない姿勢になっちゃうんでコントロールできないよねっていう話をしたんですよ。で結構この展開前宙の罠が、ここで展開して反る動きがあるんですけど、この反った時に腰が一緒に抜けてしまうとそこから体が戻りづらいんですよね。なんでこの足を振り上げた時にしっかりお腹締まってますかっていうところをちょっと確認してみてください。でここお腹が締まった中で足を振り上げるですね、無理ない形でちょっとこの足を振り上げて自然に反る形になっているのであれば、そこから腹筋使ってちゃんと抱え込めると思います。なんでそこちょっと確認してみてください。あ、ビスケットさん、こんばんは、はじめまして。公平内村ザファイナル見ましたか？いや、そうなんですよね、もう今日、まあ、土曜日だいたい1日教えてるんですけど見れなかったんですよ。なんでアベマでやってるじゃないですか、7日間無料なんで、家に帰ってきてとりあえずシャワー浴びる前に見れるだけ見ました。まあ見れるだけって言っても鉄棒と床しか見てないんですけど、ちょっとこのライブが終わって明日も審判講習会なんですよね、ちょっと忙しいんで時間見つけて見たいんですよね。でもアベマのやつがこの2分区切りとかこの切られてるやつだったんですよ。全部見れないんかいっていう、ちょっとそこは一言言いたかったんですけど、ちょっとそれは見ようと思いました。でも浩平さんのブレッドシュナイダーは見ました、と小鉢ですね。いやでも多分かなり体ボロボロですもんね、なんか足首ももうプランプランしてるみたいな話も聞いたんで、であと床も見たんですけど、1回半ですね、あやっぱうめえなーって思いましたよね。なんか自分が中学校の時にあれ流行ってたんですよね、3つつなげるシリーズが。でそんな足首プランプランしてるみたいな、まあ本当かどうかは分かんないですけど、なんか聞いた話やとそんな状態でよくあんなのできるなーって思いますよね。もう本当に尊敬です。あ、体操の初心者さんお疲れ様です。いやなんか最初英語書いてあるんかなって思っちゃいましたね。はい、お疲れ様です。最近の展開前宙は反り上げしてない気がします。ヨーロッパ系のアップでも反らずに前方をダブルするような感じで展開と微前転をやっている気がします。そうなんですよね、最近あんまり反らないんですよね。なんでさっきも言ったんですけど、ちょっと自然に広がるぐらいかなとは言ったんですけど、まあこの反る動きっていうのはとりあえず足が上がればいいっていうことなんでしょうね、だと思います。なんでここで力がない子っていうのは結構こうなりますよね。でもまあジュニアの選手であったりそういった子であまり力がないってなるとそうなっちゃうのはまあしょうがないのかなって思います。でまあ自分が選手に教えるのであればもう本当に展開前宙ですねの感じ、まあ床の両足展開であるならば肩の動かしはまあ
これぐらいで いけるじゃないですか。でも本当にそれの延長ぐらいになってくるのかなって思います。あと面白いのがあの NTC のまあ合宿の動画ですねを盗み見させてもらった時に、ヘッドスプリングですね、跳馬の代わりにマットを置いて、まあ、跳馬と同じ高さので、このヘッドスプリングで頭をマットの上に乗せて、この開くタイミングでポーンとついて、まあ、腹落ちまでするみたいな練習もありました。なんでまあ大きく考えると含み反りの動きなんですけど、最近でこの器具が柔らかくなったり、いろいろ器具の進歩が目まぐるしいんで、まあこれ跳馬だけじゃないと思うんですけど、基本的にこの含み反り、まあ昔の体操だとすっごい含んですっごい反るっていう動きがあったんですけど、それがどんどんまっすぐに近づいていってるんじゃないかなと思います。でも基本は含み反りの延長ですよね。なんでちょっと含む、もうほんとこのちっちゃい動きでまあ収まっているっていうのも、まあ、器具自体にバネがあったり床がすごい跳ねるからそれだけで収まっているみたいな感じだと思います。でまあっていうとっていうことは、まあ、昔の人たちは、まあ、器具自体にバネが入ってないんで体全体をバネにしていた。だからこの動きを大きくしながら、まあ、力を吸収して自分で跳ねるっていう動きがあったのかなと思います。あ、はい、なんかすごいいろいろ語ってしまったんですけど、まあ一応そんな感じしますよね。でもヨーロッパ系とかやっぱパワー半端ないですからね。一人自分もカナダで教えてた子なんかもう展開やって回ってマット積んで立ってみって言ってやってるじゃないですか。立てるじゃないですか。じゃあ回ってみっつったらもうローチですもんね。ボーンっつってはぁ、あで、日本の子でローチを教える機会もあったんですよ。このちょうど冬ぐらいですね。やっぱりね、すっごいいろいろ細かいところ考えてたんですよ。ここがこう、こっちに、なんだっけな、こっちにあふんないとしっかりタックルが入らないとかいろいろ考えてたんですけど、海外の選手を教えてた時もそんなんじゃないんですよね。ほんとシンプル。え、ついて回るだけでしょみたいな。なんで本当は日本人の選手もそれでいけるんじゃないかな、ちょっと難しく考えすぎてるんじゃねっていうのもありますよね。もうついて回ればいいんだぜっていう。でもまあそういうのもありました。はい、じゃあちょっと次行こうと思います。はい、三上さんこんばんは。ハンドスプリングを直すにはどうしたらいいですか。ハンドスプリング、まあどういう風な問題があるかによって変わってくると思うんですね。で結構ハンドスプリング展開で問題になってくるところは、まあまず一つ目がしっかり床を蹴れないですね。ここが一つ目です。しっかり床を蹴るっていうのは、まあ、自分の場合左足を前に右足を後ろにするんですけど、しっかり左足で踏み込めない、こっちの足がしっかりグッと曲がらないで、両方とも膝が伸びたまんま展開やっちゃう選手とかがいます。まあよく教えないとですけどね。でそうなるとしっかりこの足で蹴って回転をもらってるんですよね。展開やるときってそれがないと、かなり力がないと展開ができないんで、そこが一つですね。でもう一個が、まあ倒立にしっかり入ってこない、なんで突きが入らないですよね。そこですね。で3つ目がこの立った時の姿勢、倒立してからすぐに抱え込んでしまう、回そうとしてってことですね。でこの3つの問題があると思います。まあどういう問題が発生するかによって、まあ、この3つの、まあ、パート、蹴る、倒立、起き上がるのパートですね、のそれぞれの問題に応じてまあアプローチは変わってくると思うんですけど、ちょっとどこら辺の問題ですかね。それかもし自分で分かっていないのであれば、ビデオで撮ってみて、あ、どこが問題あるのかなっていうのをちょっと見てみるといいんじゃないかなって思います。はい、体操の初心者さん、平行棒や鉄棒の C と
防止倒立の入りが、日本だと足先を上に残して、足先を上に溜めてから入る。あ、そうですね。ちょっとこの反ってポンって感じですよね。中国選手などは足先を上に残さずまっすぐ下に入るので、どちらの方がいいと思いますか？ああ、内村航平選手と質問シートはためがないですが、平行棒の防止倒立はためを作っているので、感覚実態は違ってくるんですかね。そうですね、まあ、まずこの反った方がいいかまっすぐな方がいいかっていうことに関しては、まあ、できればまっすぐの方が崩れづらいんじゃないですかね。この防止するあと倒立の姿勢っていうのもこの上半身がしっかり締まった状態じゃないですか。なんでできるだけその倒立、始まる倒立の姿勢、終わる倒立の姿勢からできるだけ崩さずにまた同じ姿勢に戻ってくれるんで、そっちの方がシンプルなんだと思います。ただそれをできるだけのしっかりとした、技術であったり体の強さっていうのがあると思います。で、内村航平選手みたいなこの反って入るパターンですねの方がどっちかっていうとシンプルではなくて、まあ、よりしっかり体自体、まあ、自分の体がどう動くか、あとバランスの取り方っていうのがしっかり上手くないとできないじゃないかなって思います。で、自分がこの中国だったら他の国と日本の体操を比べた時に思うことが、日本の体操ってどっちかっていうとこのいろんな人の経験を共有している、感覚の共有みたいな教え方な気がしてるんですよね。で、これは多分日本の金子先生っていう方がいて、まあ、その人が日本のこの体操の指導論みたいなのを、まあ、最初に作った人だと言われてる、まあ、自分の周りの人が言っているんですけど、そういう偉大な人がいて、まあ、その人の言っていたことがそういった感覚をできるだけ共有して、それをどんどん伝えていこうっていったことですね。でも海外の場合だとどっちかっていうともっと型にはめるみたいな感じですよね。インスタグラム、YouTube でアメリカの女子の選手の練習とか見ると分かるんですけど、もうほんとパズルみたいにポン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 って、はい、ここの体の姿勢作ります、倒立します、ロンダートもここポンポンポンって入れてみたいな、すっごい10個ぐらい のステーションっていう練習の場所を作って、それ全部完璧にできたら、はい、じゃあ全部組み立ててロンダートだよねみたいな感じの教え方です。で、多分中国はどっちかっていうとそっちタイプなんじゃないかなと。その海外のこのいろんなパーツを組み立てて一つの技にするタイプなんじゃないかなって思います。で、この平行棒の防止はため作っているので感覚自体は違ってくるんですかねっていう問いに関して言えば、ちょっと違いますよね。さすがに自分も鉄棒のシートみたいにはできないですね。でもこの前は言ったんですけど、自分の今通ってる体操クラブのボス、まあ、相原豊先生ですねが言ってたのが、棒下ハーフを教えるので女子の平行棒で本転の半分ひねりで前出るっていうのをやってたんですよ。で、この本転の感じが女子の平行棒ですね、本転の感じが、まあ、確かに似てるなっていうところがありました。なんでこの肩の回る感じですよね、本転倒立のが平行棒の肩が回る感じに似てたんで、ちょっとそこがミックスされるような感じなのかなとも思います。ただこのためですね、ための感じはシュタルダーに似てるんで、ちょっとそこが細かいところの違いがあるんじゃないかなとは思います。はい、第3、ベルニャイフの棒下とかさばきは鉄棒の本転に近いし日本人のさばきとは違いますよね。あ、はい、まあ、ちょうど話してた本転のさばきですよね。で、あれは自分がカナダで教えていた超体の硬い子がいたんですけど、いや、お前そんな前屈できないみたいな子がいたんですけど、その子がベルニャイフタイプでやってましたね。あれはどっちかっていうとパワーがあって体が硬い選手向けだと思います。でも確かにああいう発想はなかなかない
まあ多分ロシアとかウクライナとかそっちの方であればまああったのかもしれないですよね。自分のこの日本の常識みたいなところにとらわれてた時は全くなかったですね。であれこそまさに本当本店の使い方ですよね。はい、三上さん、自分動画見ると手をつくのが床やると尻もちついちゃいます。ピッとやるとうまくいきます。動画見ると手をつくのが尻もちついちゃいます。ハンドスプリングですよね。手をつくのが床やると尻もちついちゃいます。手をつくのが床やると尻もちついちゃう。ピットでやると、まあピットでやるとうまく手がつけるってことなんですかね。であと手つくときに考えてほしいのが、あの足がしっかり伸びてますかってことですよね。変に膝とか曲がってると全然あのつけないです。であとはあ、腰折れてるんじゃないですか。体操の初心者さん、ありがとうございます。そうですね、しっかり蹴って倒立っていうのが本当に大事で、まずそこちょっと確認してみればいいんじゃないかなと思います。あとはあの飛び箱とかちょっと高い台から倒立してポンって押して立てるかですね。この時に倒立からこのちょっと反りながら床を押す、だからこっちに押すんじゃなくてこっちに押す感じですよね。回転させながら、この突きの感覚わからないと特に初心者の方はこの起き上がる感じがつかめづらいです。はい、体操の初心者さん、日本人の方が決まってそうなイメージがあるんですけど逆なんですか。あー、その自分が思うのはこのジュニアのこの姿勢はこう、この姿勢はこう、ツイストはこうやんなきゃいけないとか、こういうの決まってるじゃないですか。で海外の選手って、まあ多分ロシアとかそういう感じだと思うんですけど、まあアメリカはちょっと違うかな、もうそのまんまジュニアの体操クラブでそのまま育ってる感じですよね。まあ体操の女子がちょっとそれに近いのかなとも思うんですけど、なんでこのジュニアの頃にやっていたああいう練習を大人まで積み上げていくような感じになってくるんじゃないかなと思います。で日本の場合だともう高校生あたりからどんどんミックスしていって、で大学になったらもう選手同士で教え合うみたいな感じじゃないですか。でも大学生でもジュニアの体操クラブみたいに専属のコーチがいて、その中でやっていくっていう感じなんで、上のレベルの技になっても、まあ、その型にはめた動きが見られやすいっていう感じなんじゃないかなと自分は思ってるんですけど、どうでしょうかね。あ、エタさん、跳馬の突きを強化するいいトレーニングありますか。そうですね、さっき言ったロイター版のやつがすごくいいのと、あとは倒立やって足持ってもらって、ここですね、持ってもらってポンポンポンって、あの手押し車みたいなのあるじゃないですか、あれで跳ねて前に進むっていうのが結構いいんじゃないかなって思います。であとは結構ここの突くときってここの、背中の筋肉、ここですね、あとはここの胸筋あたりも跳馬なんか結構使ってくると思います。なんで普通に手押し車でこうですね、ポンポンって腕立てしながら前に進むであったり、まあこの突き自体はさっき言った倒立でポンポンポンって前に進んでいくっていうのも結構いいと思います。であとは結構ね、この突きがしっかりできない選手に多いのが、トランポリンでこうポンポンポンってまっすぐ跳ねてみっていった時にまっすぐ跳ねられない選手が結構多いです。まあ、まだしっかりまっすぐしっかり体重乗っけて上がる、乗っけて上がるっていうのを、確認してみるといいんじゃないかなって思います。であと硬いトランポリン、ちょっと硬め、まあロイター板、柔らかいロイター板でもいいと思うんですけど、壁倒立でお腹が壁の方ですね、でロイター板を押してピョン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 ってしっかりここを使って、肩を使って跳ねるっていうのもまあいいんじゃないかなって思います。突きの感覚練習、あとちょっと疲れると思います。まあここら辺ちょっとやってみるといいと思います。はい、 CEO さん、あ、こんばんは。アンバーしていると
瞬きのタイミングが分からなくてドライアイになりそうなんですか？いい目薬はありますか？あ、そうなんですね。ちょっと自分はそのドライアイ、そんな目をずっと開けてるってことですかね。じゃあもうすっごい凝視してるんですね。ちょっと自分は分からないんですけど、あの見ている方でいい目薬を知っている人がいたら、ちょっとコメントお願いします。ちょっと自分はまだそういったあれがないですね、悩みが。へえ、確かに目薬でどうにかなるのかっていう説もありますけどね。あ、第3、個人的には日本の体操は伝統芸能感があり、海外欧米だと こと細かく細分化され説明され、中国だと徹底的にジュニアから作られている感じがします。いや、本当そうなんですよね。なんでこの指導論みたいな感じですよね、みたいのは多分海外でどんどん組み立てられてってると思うんですよ。で、今はこの日本の、まあ、伝統芸能みたいな積み上げてきたものがすごい高くあるんですけど、海外が少しずつこの教科書みたいなのを作ってんですね。こうすればいいよね、こうすればいいよねみたいな考え方ですね。なんで言ってしまうと、結構向こうであったのが体操をやったことないコーチが結構いい選手作るとかっていう話が向こうだと結構あるんですよね。日本だとその本当体操やってる人じゃないと体操を教えらんないよねって感じだと思うんですけど、向こうだとそういうシステム化されてるんですよね、まあ、教科書みたいのがある。だからそのコーチング、まあ、選手との接し方であったり、休みはこう入れた方がいいよね、モチベーションはこう上げた方がいいよね、あとシーズンへの持ってき方はこうがいいよねっていうのをしっかりできる人、まあ他のスポーツの分野、サッカーを教えてた人でもいいと思うんですけど、がこのしっかりとした、まあ、指導理論、まあ、教科書みたいなシステムみたいのを合わせると、なかなかいい選手を育てるよねっていうのが結構向こうだとあります。なんでそこはすごい面白いですね。なんでこのまんまだとちょっと海外のそのシステムがどんどんいいものが組み上がってきて、10年後20年後どうなってるんだろうってちょっと自分の中で思ってるところがあります。どうですかね、これ。あ、グループブドウさん、あ、はじめまして。釣り輪の十字倒立が新ルールで格上げになると聞いて習得しようと思っているんですが、トレーニング方法と回数などコツを知っていたら教えてほしいです。はい、で十字倒立ですよね。自分がこの前まで教えてた、もう大学行っちゃったんですけど、子が十字倒立やろうかなって言ってやってました。ですっごいこのベーシック基礎的な補強になってくると、まあチューブですね、チューブをここにかけて首にもかける感じですね。脇と首にかけて、まあ上から下ろしてあげる、まあ、あとは上から下ろして、まあ下で肩を持ってもらう、で最初はそこでこう、バランスを取るっていう練習するといいと思います。であとはその自分が選手を教えてる時にやったのが、じゃあ釣り輪ってすごい揺れるじゃないですか、ですごい大変なんですけど、じゃあボックス2つ置いて、でそこにまあ肘ぐらいまで手こうやって、それでまず倒立できんのっていう話ですよね。まずこの楽な状況で十字倒立ちゃんと止められますかっていうのがあります。なんでちょっとそこも試しながら、まずバランスを取れるのか、あとは筋力強化ですね、上から下げてあげる、下げてあげる、倒立ですねをしっかりやる、あとは補助割りで止めるみたいのをやっていくと、だいたい十字倒立やってる人は止まってると思います。ただ問題なのが、中国の選手ってすっごいまっすぐな十字倒立するじゃないですか。この前リオじゃなくて東京でも優勝した選手なんて、日本だとこっちですよね、ここの大きい筋肉を使って止めるイメージですね、ここと、二頭筋あたりですよね。でも こうなんですよね、こっち使ってるんですね、背中の。なんであっちのタイプはどうなのかな、逆に引っかかるのかな、なんともなんていうのも思ってます。まあ、自分がさっきアドバイスしたのは、まあ、大学とかそういういろんな人たちがやってるプラス、まあ、ちょっと試してみたよねぐらいなんですけど、まっすぐのタイプ、中国人がやるようなまっすぐのこういうタイプですね、背中を使うタイプの十字倒立っていうのもちょっと2種類挑戦してみて、どっちが自分に合うのかやってみればいいんじゃないかなって思います。
はい、じゃあ次いきます。三上さん、今床と円盤旋回平行棒、円盤旋回平行棒を練習しています。まだ鉄棒の基本技しかできないのです。車輪できるの時間かかります。今床とあん馬平行棒を練習しているってことなんですかね。で、鉄棒は基本技しかできないです。車輪できるの時間かかりますか。あ、でもまあ年齢によると思いますよね。結構中学校とか中学生ぐらいになっちゃったら、もう中学から始めても 1,2 年で車輪はできるようになっちゃうと思います。まあ、もしメビウス、軍手をつけて鉄棒に、メビウスですね、紐つけてできるタイプのやつがあれば、すごい簡単に車輪できちゃうと思います。必要なのはこの含んで反って蹴るっていうこの基礎ですね、が一つで、もう一個は、振り上げ倒立、しっかり振り上げて倒立の近くまで行ってから降りるっていうのがしっかりできると大体できちゃいます。で、まあ順番としてはスイングスイング、まずは後ろ振り上がり、後ろ向きに触れるぐらいスイングたくさんできますかですね。で、2つ目はまあスイングしながら、スイング逆上がりがしっかりできるか。で、あとはこのスイングを大きくしていく、振り上げからスイングを大きくしていく、振り上げから回っちゃうって感じで、まあ今いるクラブで、まあ去年体操を教えて今中学1年生の子なんて、もう普通にプロ手で車輪回りますね。半年ぐらいで車輪できちゃったと思います。なんでまあ数ヶ月あればできるんじゃないかなと思います。あ、体操の初心者さん、ブランコ漕げばパイプの車輪はすぐですよ。ブランコ漕げばパイプの車輪はすぐですよってどういうことなんですかね。あれ、このブランコの感じが車輪のスイングにつながってくるってことですかね。あ、まあ確かにあれも結構いいですよね。確かにそうですよね。あのちょっと下がりながら膝曲げてこうスピードアップしていく、へえ、面白いですね。第3、コーチング論になってくると分体数が多い分いい選手が絶対出てきますよね。日本も負けていられないですけど面白いですね。いや、そうなんですよね。なんであの最近あのターキー隊ですね、トルコとかすっごい上手になってきてて、ヨーロッパの選手権とか見ても、え、トルコがみたいな、あのカッシーナとかコールマンとか平行棒とかめっちゃうまかったりするんですよ。なんでそういう選手がやっぱ増えてきてますよね。え、なんかもううまみたいな、そんなできるんだっていうのがありますよね。なんで多分日本もこのいい選手がたくさんいるといい選手が教え合って相乗効果でこう強くなっていくみたいのがあると思うんですけど、その流れが一回途切れたらこの感覚の共有がメインの指導法かなって今は自分は思ってるんで、ちょっとそこは途切れちゃった時にいい感じでつなげていけないんじゃないかなとは思ってます。あ、僧帽筋かな。あ、そうですね、僧帽筋ここら辺ですか、こっちですか。あ、グレープドさん、試してみます。はい、ぜひ試してみてください。三上さんもありがとうございます。いえいえ、ぜひいろいろやってみてください。で、なる11時、はい。で、サムさんですね。あ、タカタカさん、娘が体操を始めました。あ、おめでとうございます。ぜひ楽しんでください。娘さんなんですね。結構女の子多いですよね、ちっちゃい時体操を教えるのが、体操始めるのですね。いや、いいと思います。グレープブドウさん、中国の釣り屋大好きで、あのような釣り屋を目指しているんですが、中国の釣り屋が強い理由は、新ジムさん、なぜだと思いますか。いや、いろんな人に聞くと、もう小学生ぐらいから力技やってるらしいです。例えば、こう、日本だと基礎で、客前挙、根性上がり、神秘倒立、倒立止めます、まっすぐ降りてきますってところまでが、基礎だとするじゃないですか。そうすると中国は十字止めますまでが基礎になるらしいです。なんでそこの一個上行ってますよね。あ、そこまで基礎なんですねみたいな。だから小学生ぐらいで多分そこまでできちゃってるんじゃないかなっていうところが一個ずば抜けてるところなんじゃないかなと。あとやっぱヨーロッ
パの血も絶対ありますもんね、向こうの大陸。やっぱりカナダで教えてて、白人系であったり黒人系だったり、体の強さが全然違うっていうのがあるんですよ。なんで多分見た目はアジア人なんですけど、その体の強さっていうのはあるんじゃないかなとは思ってます。空中前回りのコツを教えてください。来ました、空中前回り。めっちゃ難しいです。で、空中前回りはあれなんですよね、何が一番重要かって、頭のスイング、頭をしっかり振るっていうのもあるんですけど、しっかり体が、頭が下になって逆懸垂、まあ、体が真っ逆さまになっている時にこの足を曲げるんですよね。膝を曲げて、もものところにハンガーみたいにしっかりここを曲げると体が引っかかるんですよね。そうすると手で持たなくてもブラブラ振れるっていうのがあります。で、ブラブラ振れるんで、そこでしっかりぶら下がって手使わなくても、コウモリスイングみたいに振れる子は、指示からできるだけ頭を遠くに遠くに遠くにして、くるんってちっちゃくすれば、そこのスイングがもらえて上まで上がってこれます。ただそこのしっかりももで引っ掛けるっていうのがわからない子に、しっかり頭遠くにしてスピードつけるんだよって言っても、このスピードがなかなかつかないんで、ちょっとそこを確認してみてください。まずももで引っ掛けて、ぶら下がれるか、ちょっとスイングができるかですよね。で、あとはそのももでぶら下がる感覚を作るために、この上に乗って支持してる時から膝曲げちゃう。そうすると膝ずっと曲がったままぐるんって引っかかる、体の姿勢のままぐるんっていくんで、結構そのスイングの感じが分かりやすいです。あと上がる時にしっかりクッと手首、こうじゃなくてこうすると上に上がりやすいです。ちょっと試してみてください。ちょっとサムさんを放置していたので答えます。 Hey, I can do a basket to support but not to handstand. I have seen your video but I cannot do it. Do you think it's possible with the help of the trainer to get to handstand? I think you can do this. I learned peach basket to handstand without support. So you can bend arms first. You don't have to do it with straight arms. Then try to getShoulder handstand, push up to handstand. Then if you can do this, you can understand how to balance and which way your body should go toward. Yep. Then get a little bit higher position, then get handstand. If you can do this, start make your arms straight. Yeah, try to do this.で、サムさんが言ってたのがあれですね、棒下からの倒立ですね。補助してくれる人いないんですけど、どうやったら倒立いけますかね、倒立いけないんですけどって言ったことです。まあ自分が上げたビデオだと補助者がいるんで楽に伸腕でできるんですけど、まあそれでも肘曲げてやっちゃえばいいんじゃないかなっていうことを言いました。はいはい、体操の初心者さん、内村航平選手が北園君にリーシャオペンの入り方伝承してるみたいですしね。あ、そうなんですね。いや、そんな内村航平選手に教えてもらうなんて、もう超豪華ですよね。もう何なんですかね、もうそりゃ上手くなるよねって思います。でもこのな、うん、はい、いいな。体操の初心者さん、今消されましたが、昔中国の体操クラブがテレビ放送されていました。その時に幼稚園児みたいな子が釣り輪の感動詞をつける筋トレしていました。いや、もう本当そうですよね。多分それだと思いますよね。なんか変な筋肉ついちゃうから、ちっちゃい子には釣り輪はやらせないっていうのがあるじゃないですか、日本って。でも多分自分たちがちゃんとしたその必要な筋肉だけ育てるようなトレーニングっていうのを知らないからだと思うんですよ。で、日本の強みって、日本の中でいい選手が出たらその技術を、まあ感覚の共有ですよね、シェアするスピードがすごい高いんですよ。でも日本にないものを輸入してくる強さっていうのはないんですよね。なんで多分そこがちょっとあれなんじゃないかなって思ってます。はい、三上さん、体操を始めたの中学生からで、今39歳でも体操競技しています。おお、すごい。いや、尊敬します。
で自分の周り、まあ、自分は今29ですね。実は昨日誕生日で、ちょっと震災の日と同じ日なんですけど、昨日誕生日で29になりました。この前まで28なんですけど、いや39歳、40歳、50歳で、自分の知り合いにも2人65歳ぐらいで体操やってる人がいるんで、いや年取ったなとは言えないですよね。はい、第3、僕が聞いたのは中国人の選手は親、ああそうですよね、 DNA 検査して体操メッカどうか検査されるでした。最近は6種目じゃなくてトランポリンも入れて何種目がジュニアの試合だとも聞きました。そうですよね、まずトランポリンがすごい重要っていうのと、その DNA の話は聞きました。でまず14億人ぐらいいるじゃないですか、13億人ぐらい、そこから選ばれた選手ですもんね。日本の1億人から選ばれた選手って比べると、例えば日本の1億人で内村航平選手が1人いるじゃないですか、 DNA 的に。それが13億って言ったら、内村航平選手並み あのポテンシャルを持った人が10人いてもおかしくないってことですもんね。だからそう考えると、そもそもかなり有利ですよね、中国は人数的に。あ、高高さん、空中前回りの件回答ありがとうございます。いえいえ、ぜひ頑張ってみてください。空中前回りできるとね、ちょっと学校で自慢できますよね。あと結構安全に見せられるんで、後ろ回りだとね、学校の鉄棒だと滑っちゃって頭から落ちるとかありますけど、もう前回りはもう好きなだけやれるだけやってしまえばいいんじゃないかなと思います。はい、 AI さん、私はあん馬の時マイティア CL が一番効きました。ハピリ、ハピバです。あ、ありがとうございます。あ、跳馬ですかね、マイティア CL ってあれですかね、目薬の話ですか、もしかして。どうなんだろう。大さん、三井さん、リスペクトです。はい、ハピバです、ありがとうございます。クラブの雑用係さん、All's good to get. ありがとうございます。誕生日でした。グーテンタークのグーテンタークじゃないですね、ダンケシュンですね、ダンケシュン。グレープブドウ、東京オリンピックでは日本の方上位は上でしたが、中国の体操にめっちゃ見せられますよね。いやー、あの平行棒がめっちゃ強い、あのズー君でしたっけ、ゾー君でしたっけ、あん馬も上手だし、しかも実は床もめっちゃ上手いですからね。しかも言いたいのが、あの東京オリンピックに全く出てなかった子が世界選手権で橋本大輝選手に勝つっていう、もう何が起きてるんだって感じですよね。ちょっと一回中国行っていろいろ見てみたいですよね。はい、CEO さん、跳馬の助走中に目が乾くのを前提に目薬をさすこともあってましたが、マイティア CL をさしてみることにしてみます。いや、よかったです、そういう情報交換があって。はい、はい、三井さん、自分も空中前回りできないです、タイミングよくわからないです。そうですね、タイミングで言うと、この体を伸ばして、あのあれ分かりますか、ツバメ、体伸ばしたまんまこの45度ぐらいまで行くやつですよね。結構ちっちゃいこの規定に入ってるんですけど、前に傾くです。あれがしっかりできないと怖いっていう選手がいます。すぐこう肘曲げちゃうんですよね、怖いって言って。なんでしっかりこう体伸ばしたまんま、あどんだけ前に行けるかっていうのもチェックしてあげるといいんじゃないかなと思います。でタイミング的にはここ水平来たらちっちゃくなるですね。その時に頭をこう振って振りながらちっちゃくなるとスピードがつきやすいです。あ、高高さん、何度もすいません、倒立のコツをお願いします。あ、倒立ですね。で倒立はあ、体操の初心者さん、明日早いのでお先にお休みなさい。お休みなさい、ありがとうございます。で今日ちょっともう15分も過ぎちゃってるんで、ちょっと高高さんの質問にお答えしたら今日はお開きにしようかなと思います。で高高さんですね、倒立のコツですよね。で多分高高さんの娘さんの年齢にもよるんですけど、まあ、まず最初には普通に倒立やらしちゃっていいと思います。ただこのどんどん競技用の体操になるにつれて、できるだけまっすぐな倒立っていうのが求められます。あ、軍内でおやすみなさい。で、まっすぐな倒立っていうのが求められます。で、
このちっちゃい頃だとこの反っててもまあいいよねってバランス取れるしってなるんですけど、その時に今日のライブの序盤でも言ったんですけど、お腹ですね、背中がこの反るタイプの倒立をやっちゃうとすっごいバランスが、後々取りづらくなっちゃいます。なんでお腹をしっかり締める、で肩でバランス取れるようにするといいんじゃないかなと思います。でも実際ね、それは本当に体操を知ってる人じゃないとできないので、まあ倒立のコツとしてはしっかりここ上半身落ちないように押すよねっていうところですね。まずここをしっかり確定した上で倒立をする。あとはまあ壁倒立でお腹が壁向きですね、お腹が壁向きで倒立をして、つま先がちょっと当たるぐらいで倒立で、ちょっと普通の倒立してバランス崩したら壁にもたれかかる、倒立して壁にもたれかかるなんていうのやってると娘さんもちょっといい感じで練習できるんじゃないかなって思います。あとは三点倒立なんかもこのバランスの取り方、この肩があって腰があってその上に足が乗るんだよっていうのがすごい分かりやすいです。なんで三点倒立だったり壁倒立をしながら倒立のバランスの取り方学んでいくといいんじゃないかなって思います。ちっちゃい子はね、本当に吸収が早いんですぐできちゃうと思います。はい、第3、中国の選手で高力兵という選手はすごく綺麗でダイナミックなプロフェッショナル感がありました。高力兵、ちょっとこの中国人の名前が覚えられないっていうのがあるんですけど、まあ、中国人全員すごいですよね。で、面白いのがこの英語表示と日本で呼んでる名前が全然違うんですよ。シャオルーテンって英語で書いてあるのに、なんか日本だと全然違う名前で呼ばれてるとかあるんで、もう ただでさえ覚えづらいのに2パターンあってさらに覚えられないみたいなのが。あ、平行棒のメダリストなんですね。え、東京の時のですか？はい。あ、グレップドさん、将来中国に留学します。へえ、いいな。いや、ちょっといろいろぜひ見てきてください。足立さん、今日で一区切りは寂しいですが、また待ってます。はい、で一区切りなんで、こういうのまだやっていきたいです。まあこんな感じで体操について皆さんと話ができる場を作りたいっていうのと、まあこういった感じで自分が今考えてることを言うことでね、なんかいや、こうなんじゃない、こうなんじゃないっていう、まあ自分自身もね、このいろいろまとめられますし、まあ、皆さんと考えてより良い答えに行きつければなと思ってやっているので、またちょっと落ち着いたら始めたいと思います。ありがとうございます。高高さん、1年生です。空中前回りは7割程度の完成です。おお、いいですね。一応上がりますが元の位置に手を戻せません。そいつもほんの少しは止まりますが長くは無理です。回答していただいた方法を練習しております。いや、ありがとうございます。いや、もう自分としてはできるだけいろんな人に体操に触れ合ってもらって、まあ体操の楽しさですね、であったりちょっと体操に興味持ってもらえると嬉しいので、ぜひぜひというか嬉しいです。高高さん、ぜひ頑張ってください。はい、でまあ一応こんな感じで今日は、あとはこのジムナスティックスナイトもね、もう今回で10回目なんですけど、ちょっとここで一区切りしようかなと思います。っていうのもまあこの土曜日がちょっと忙しくなっちゃうっていうのがあるんで、でなのでまたドイツに行けますってなってその前にやるかもしれませんし、そのドイツに行ってからやるかもしれないんで、またそれはちょっと連絡するので、連絡というか告知をするのでね、もしそういう機会があったらよろしくお願いします。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。 See you.